皆さんこんにちは、フレームの YouTube チャンネルへようこそ。ということで今回はですね、まあロングライド行くにしても自転車乗るにしても必須となってくる補給食についてのお話でございます。まあ、今回はですね、様々な種類を、揃えてみました。それではですね、このタイプ別に、どういった時に摂取すればいいのかっていうね、補給食術というのをね、皆さんにご紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。とこちらにですね、固形タイプのものを集めてみました。まあ、奥からカロリーメイト、パワーバー、スポーツ用缶でございます。こういうね、固形タイプどういう時に役立つのかなっていうのは、ロングライドの時だったらいつでもです。いつでも役に立ちます。なんといっても、固形物なので、まあちょっとした満腹感とか、まあサクッとね、コンビニ寄っておにぎり食べるとかよりかは、こうね、ポケットの後ろに入れといてさっと出して、ちょっとお腹減ったなみたいな、そろそろお腹減ってきたなっていう時にこうパッと食べれるようなものがこういう固形タイプです。まあ、気軽に食べれるおやつみたいなね、なので気軽に補給ができるようになってます。まあスポーツ羊羹、最近ね、こういうスポーツ羊羹はですね、こう走ってる最中にも食べられるように親指でピュッと押せば、こうね、ピュッと押せば出てくるタイプがねあったりするので非常に便利になってます。なのでまあ補給食、ちょっと何かを食べようかなっていう時に食べるのが固形タイプがおすすめです。それでは次行ってみましょう。さあ続いてこういうジェルタイプでございます。ジェルのいいところ、こうこっちのね固形タイプなかなか食べづらくなってきた、まあこれから先ね、気温がどんどん上がって夏バテ、暑さでやられてしまうっていうのが多くなると思います。その時食欲が失せてるけど、でもなんか食べないと絶対倒れるような、ハンガーノックになっちゃうよなって時に摂取するのがこういうジェルタイプです。ね、気軽さがあります。なんでたってこうジェルなので喉すぐ通ってくれるというね、固形物みたいに、うわもうもう噛むのもめんどくさいよっていうぐらいの時に、摂取するのはこういうジェルタイプのものです。まあ価格としてもね250円ぐらいなので1本ね、まあそこそれほどね、やっぱりちょっと補給食ってなると、専用のものってなるとね、ちょっと値段は張ってしまうんですけども、自転車でこれを持ってるだけで全然違います。こう走ってる時にね、すぐに摂取できるっていうのが売り手です。はい、それではね次に行ってみましょう。さあ続きまして、こちらのタブレットタイプでございます。タブレットタイプ何がいいのってなりますけど、まあ自転車ロングライドをしてる最中はですね、汗とともに大事な成分がどん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 出ていっちゃいます。それが代表されるのがミネラルとかね、アミノ酸とかです。でそのミネラルがなくなると何になりますかっていうと、筋肉がつります。うん、あのよくね、いてててて、あやばい太ももの裏つったっていう時は、だいたいミネラルが足りない時の証拠ですので、こういうタブレットで何を補うのって言ったら、そういうミネラルとか、まあ、汗とともにね一緒に出てしまった、体から出てしまったミネラルをもう一度こうタブレット、まあ錠剤みたいなものですね、ここで摂取するということで、まあこれを飲むとね、つらなくなったりとか、まあ次の日の疲れがちょっと軽くなったりとかっていうのがあるので、ぜひね皆さんもこういうタブレットのぜひ飲んでみてください。それではですね、すべて補給食の紹介が終了しましたけど、皆さんこういうね、固形物から始まり羊羹、エナジーバー、ジェル、タブレットとね、様々な種類があります。皆さんもこのシチュエーションに、ね、よって食べるものをね、変えてみてはいかがでしょうか。ロングライド後半はジェル、まあ前半中盤あたりで活躍するのがこういう固形タイプね、走る前とかに疲れとかの予防をするんだったらタブレットっていう、様々な種類がありますので、皆さんご自身のね口に合った、補給食を持ってこれから夏ね、ロングライド楽しんでいただければと思います。それでは本日もお疲れ様でした。じゃあねー。